おはようございます。風邪をひいてしまいまして、やばいですね。あざみちゃんも風邪をひき、僕も風邪をひいた。我が家は本当にカオスです。きつい。何がきついって、もう2階に上り下りするのは本当にしんどい。飲み物とか薬とか全部2階にあるから、ここまで来るのは本当に一苦労ですよ。危ないね。ちょっと入れてあげるね。23日にあざみちゃんが発熱して、翌日24日クリスマスイブ、僕も発熱して、2人とも高熱出たみたいな。ケンタのチキンとか全部予約キャンセルして、1日中寝込んでたんですけど、もうひーちゃんもかわいそうで、ひーちゃん元気だから、もうずっと一人でスマホで YouTube 見てクリスマスイブを過ごしてましたけど、もともとは多分カー君がその数日前に熱を出したので、それが多分あざみちゃんに移って僕に移ったって感じだったんですけど、まあ子供2人いてね、親が2人とも熱を出したとこんなに大変なのというぐらい本当に大変でしたけど、熱は下がったんですけど、今日も相変わらず僕もあざみちゃんの体調が悪いので、我が家が本当悲惨なことになってますけど、とりあえずまずはひーちゃんの保育園に送る準備をしたいと思います。見てください、この汚いテーブルを。やばいよねこれ。カー君おもち丸見えです。カー君おもち丸見えです。成功しそうなんですよ。あとちょっとで40歳。カッコ体調不良だったからずーっとここにあげてたの。ただでさ、私脱水症状気味なのに、カー君からずっと吸われてたから体内の水分がなくなったんじゃないかと思うんですよね。今カラッカラというか、むくみゼロ。保育園の準備。保育園。ちっちゃなメラよ。そうだよね。あとこのね、死んでる時にですね、ふるさと納税品がたくさん届いたんですよ。それがまた大変でして、下で受け取って上に持ってくる。ママ、僕は歯医者さん。僕は歯医者さん。ママ、うん、僕は歯医者さん。ママね、お口も汚いからね、洗った方がいいかもしれない。でさ、冷凍庫を整理しながら、ママ、ちょっと落ちちゃうんだね。そうだね、これこの間これと、もうちょっと落ちちゃうらしいじゃん。落ちちゃうよね、そうだよね。カッコ、ミルクかな。ママ、ちょっと待ってよ。カー君泣いてるからさ、ちょっとミルキー入れてもいい？どうだろう、ミルクかな。冷凍庫を整理しながら、ふるさと納税品を冷蔵庫にしまうのも一苦労なんですよね。なぜかそれがクリスマスに仕事届きまして、死ぬ気で寒い中震えながら冷凍庫を整理しましたよ。今何時だ？あそこの時計に08、その後なんて書いてあるか分かる？0。その次は1。 1?8 じゃなくて8。その次は2。その次は3。おー、なるほど。今何時？32分。32分。ひーちゃんが保育園に行くのは50分までだから、ひーちゃん50分までに行かないといけないからさ、パン食べよう。お尻かゆい？うん、パン切れた。じゃあうち帰ろうか。翔平、うん、さん、翔平さん、だからひーちゃんのおむつ持ってきて。今泣いちゃうから。泣いちゃったか。がOK、 保育園に連絡まだしてないよね。ひーちゃんの
パパのこの携帯使ったんだよ。マイク？うん。ママの携帯。ママのちょっと。どうなんだろうね。もう充電してなかったんだね。お待たせしました。はいはいはい。ミルクだね、これちょっと待ってひーちゃんもミルク作るの？うん、じゃあ、ママが作るひーちゃんもはい、熱は下がったとね、マジできついわ。え、風邪ひいちゃったのパパ。ひーちゃんが、咳が出ちゃうの。ひーちゃん咳出ちゃうの、うん、ひーちゃんもちょっとね、昨日から、うん、いつもの平熱よりちょっと気持ちね、体温が高いんですよ。発熱してるとは言えない程度の、今日も今測ったら6度6分あった、ひーちゃん。平熱が高いのはもう免疫力が高くていいんだけど。ママさっきね、ミルク作ったときママが違くて、パパがお手伝いしてあげたの。すごい。じゃあパパのお手伝いしてあげたの？うん、すごいね。ありがとう。見て、パパの顔。変な顔。変な顔どこで教わったの？お家の中。でもひーちゃん保育園もう行かないといけないから、保育園ドレス着ていけないんだよ。帰ってきたら着よう。おやすみ。今日保育園お休みか。でもさ、ひーちゃんと遊びたいさ、お友達とかさ、今日もさ、みんなでいろんなことやるんだよ。楽しみじゃない？楽しみじゃない。でもお家にいてもパパとママは風邪ひいてるから、ひーちゃん遊べないよ。保育園で遊んだ方が楽しくない？じゃあママとパパだけで保育園行くか。寂しいよ。カー君はね、あんまミルクを飲まなくて。パパがいるの？パパがいるの？じゃあお着替えしよう、ひーちゃん。よいしょ、こっち。カー君も離乳食なんだろうね。なんかミルクあんま飲まないんだろうね。そうかも。僕も離乳食がいいっす。ミルクボーイとは言わせねーよ。どうして僕は離乳食の味を覚えてしまったんだろうか。ちょっと前とはミルクが別物に感じるぜ。かわいい。そのママその洋服好き。ちっちゃくない洋服は。ひーちゃん、保育園送ってきますんで。ひーちゃん、偉いね。頑張って。これ、おむつとかも入ってね。あ、おむつ。やばい、おむつだけ入ってない。先ほどひーちゃんを保育園に送り、かーくんは今昼寝しました。マジできつい。きついね、本当に。のみちゃん、なんかクリスマス終わったよ。いやだからね、思ったの。ひーちゃんにさ、プレゼントあげたけどパーティーできなかったじゃん。遅れたパーティーをね、ちょっとやってあげたいなとかも思っておりまして。マジやる？うん、なんか普通に美味しいご飯と、多分ケーキってさ、クリスマス過ぎるとさ、値段下がってるっていうじゃん。あー、なるほどね。私純粋にケーキ食べたいわけよ。で、ひーちゃんだけ元気だったからね。そうなんだよね。うちら二人、カークはもう結構風邪でダウンしてたから。ひーちゃんがかわいそうだったね。かわいそうだった。まあ、ひーちゃんでもまだ2歳だから、なんかクリスマスはこういうものだみたいなことはあんままだ分かってないから、うん、まあなんかサンタさんが来るだけっていうので、はい、うちらが別に死んでても、なんで起きてよみたいな感じじゃなかったの。そうね。だ
から多分、うん、静かに一人で遊べてたよね、はい、でもね今回ほんとね風邪で2人ともダウンするっていうのが初めてで、どっちかは元気、うんうんうん、なんかずれて感染するとかだったから、ね、はいはい、2人とも熱出してもうぶっ倒れてるみたいな。だってあざみちゃんも40度近い 39.9 度とか出て、そう出てやばかったね。今年引いた風邪で一番ひどかった。子供の世話できない、できないできない、2階に上がってくことすらできないから、うん、なんて言うんだろう、もうどうしてんのみんな。そうそうそう、それすごい本当に思ったマジできつくないあれ、やばかった。でも私マジで助かったなって思ったのは Uber。 ああなんかもう Uber 私初めて使った、あのコンビニに行ってくださいっていう Uber。 いつもさご飯を頼むとかは過去になんか友達とかとやったことあったんだけど、もうコンビニでポカリとおかゆとウィダーを買ってきてくださいってやって、玄関で鳴るんだけどさ、なんか歩いてる時私もう千鳥足なの、足がガクガクしちゃって壁に伝えながら行くわけよ。多分だけど Uber の兄さんも内容的にもう風邪ひいてる人だってわかるじゃん。4桁の番号私のスマホに表示されてたっぽくて、それを教えてほしかったらしいので、私もなんかその数字を見て覚えてたはずなんだけど、もう飛んで玄関開けた瞬間なんだっけみたいになっちゃって、でお兄さんがさあの4桁の数字って言われて、なんだっけ73みたいな感じで私がなってたら、お兄さんがでも大丈夫ですよ、合ってますから大丈夫ですって言って出してくれたの。初めてチップ送っちゃった。いいしかも翔也さんのカードでまあでもまあそのうちらはどうでもいいよ、何とでもなるからさ。やっぱね子供の世話がねできないっていうのは本当にきつくて、そうだね、子供もぐったりして、どっち、あでもどっちの方がいいんだろう。子供が今回ピンピンしてたんですよね、ひーちゃんは、うん、の方がいいのかな。みんなぐったりぐったり、子供が心配じゃない、不安だよね、異変に気づけないかもしれないしね。クリスマスイブは本当に地獄で、で今日26日で2日経ったんですけど、うん、熱は下がったんですけど、うん、倦怠感とか鼻水とかの喉とかねが残ってるよ。あその目の奥痛い、私されたりしてるけど目の奥痛い、どうしたって感じ。でもあざみちゃんもうさ、うん、1週間おきぐらい風邪ひいてないの、ここ数ヶ月。やばいよね、治った瞬間健康最高ってなるじゃん。いやもう本当に大事にしようって思うんだけど、その数日後になんかやばい予兆来たなみたいな感じになってるの。ほぼ感染経路はひーちゃんなんですよ、うん、そうだね、ひーちゃんが保育園でもらってきてそれがうつり屋にうつるっていう形なんだけど、うん、今回は、うん、なんかかーくんが一番最初に発症した気がする。多分分かる、そうそうそうだね。菌が最初は多分全然些細な感じだったじゃん、多分だけど、で多分それが大きくなって私たちに来たんだろうね。でもさその後感染したのはあざみちゃんじゃん、で最後に感染したのは俺じゃん、うん、でも俺の方が治り早いのよ、症状も弱いし、でこれは免疫力の差なんですか、ね、いやだからそうだと思う。多分あた私はやっぱ落ちてる、すごい相当産後っていうのもあるし、で授乳中じゃん、もう風邪ひいてるからさすごい喉乾くわけよ、すごい水分分かる、超脱水する、脱水してんだけど、でも私多分ずっと寝てる時ずっと乾くに授乳してたの、なんかカークも喉乾くのかずっと吸ってるわけよ。だから多分私どんどん水分慣れるじゃん、枯れるじゃん。いやかなと思って俺昨日夜中にさ、あざみちゃんにコップに入れた水にストロー差し入れして、えそうそう、超喉カラカラだろうなんてえそう、なんか普段ね授乳でさえよく喉乾くからそれプラス風だからでもカピカピなのよ。で多分それで治りも遅くなるし、であと最近私の生活的にあんま外出てなくて、運動もあんま好きじゃないしずっと家にいるので、家はさ一応さ全館空調でさ温度変化が少ない環境じゃん、多分なんか温室育ちみたいになってるじゃん。だからちょっとひーちゃんが菌を持ってきただけで、私でも格好の的だと思うねこいつちょろんみたいな。免疫力を鍛える何かをした方がいい気がする、なんか早死にする気がしてったここまでいくとでもあの壮絶な24日を本当は動画に収めたかったんですよ。だからなんとかカメラ回そうかなと思ったんだけど本当に無理で、あーもうちょっと YouTuber 失格ですね、うん、あれは回しとくべきだった。そうだね、張ってたからさ地面張ってたね。てかもう本当ね動けなかった、指とか震えんだよね。24日の痕跡は一つあるんですよ、翔英さんがまだ知らない衝撃の痕跡。何それ。翔英さんとカー君がさ1階で死んでた時に、私が2階にひーちゃんがお腹すいたって上に上がってきたことあったの。ひーちゃんその時ここら辺でお絵かきしてたわけよ。そこら辺でねピンクのマジックで汚れさせられてます。あーここかな、あーちょっと今明るいから分かんないな。あー本当だ、なんか肉眼では分かるけどカメラだと収まってないかもしれない。実はですね、こういう汚れがですね至るところにちょっとありましてソファーが
マジックで汚されるぐらいひどかったと思っていただければでも多分それに気づかないぐらい私はもうここでダウンしていた。これ年内に治るかな。目標31までに年越したくないよね。もう年内に治らしときたいよ。終わらしたい、終わらしたい、本当に終わらしたい。大晦日にケンタッキーとケーキ食べない。でも結構ふるさと納税でさ肉とかめっちゃ頼んでて食材が冷蔵庫にいっぱい入ってさ腐りそうなんだよね。そうなんですよ、食べなければ。今日は本当はいろいろやらなきゃいけないことあるんですけど、今日投稿する動画の編集だけしてゆっくり休みますか。今日はそうですね、やれることは来年に回しましょう